上げは秋山が三沢を締め落としたところから始まりました。あれから1年、全ての舞台を整えていよいよ真の頂点へ向かいます。俺の色に染め切るか、チャレンジャー秋山純入場。この1年、誰より頭を使いました。そしてベルトを巻いて最後に立っているのがこの俺と宣言しました。今秋山が武道館のリングを目指します。一つ気合を入れ直しました。声を上げました。リングに向かう浜道を一直線に歩んでまいります。そして今秋山が敬礼だ。その敬礼の先にはもちろんこの人、新日本プロレス永田裕二健三。 6.6 のお返しとばかりに今永田がゆっくりと秋山に歩を進めます。そして今2度目のがっちりとした握手。永田裕二が今秋山陣をリングに招き入れます。さあチャレンジャー秋山がリングに立った。この場から新しい戦いへと出発します。夢と希望を胸に頑張ります。あの誓いから1年、三沢が我が家に帰ってきました。1年前からこの大三沢コールを聞くために箱舟の舵を取ってまいりました。三沢光晴、ベルト姿で武道館に里帰りです。自由と信念、理想のプロレス、大海原に漕ぎ出した小さな箱舟は今やプロレス界の無敵艦隊となりました。プロレスとは、ノアとは、チャンピオンとは、そして三沢光晴とは何か、その答えを全てこのリングで表します。三沢光晴リングイン。試合前に GHC タイトル管理委員長上平中尉選手権試合宣言でございます。プロレスリングノア旗揚げ1周年記念大会、ノアがいよいよこの日本武道館初見存であります。新日本プロレス永田裕二が今最前列でこの秋山、そして三沢に視線を送ります。三沢にとって2度目の GHC 防衛戦、果たしてこの永田はノアに何を感じ取って帰っていくのか。ノアの象徴、至宝 GHC のベルトが今一旦三沢の手元を離れます。そのベルトをしっかりと確認しました。秋山純チャレンジャー、今一旦ベルトが本部席に戻されます。本日のメインイベント GHC ヘビー級選手権試合、特別ルール60分一本勝負を行います。裏のコーナー挑戦者250ポンド秋山。永田よ、小橋よ、今日俺は頂点に立つ、チャレンジャー秋山純。村下コーナー GHC ヘビー級選手権者255ポンド三沢光晴。武道館はこの男が待っていた、チャンピオン三沢光晴。さあ放送席には小橋健太選手にお越しいただいております。小橋さん、はい、この2人の佇まいを見て今一言。そうですね、2人とも気合が入ってますね。そうですね、はい、三沢にとって2度目の GHC 防衛戦になります。放送席からは小橋健太選手、そして最前列からは新日本プロレス永田裕二がこの一戦に目を光らせます。いよいよ決戦の時、ノアがいよいよ日本武道館に来ました。60分日本勝負、3カウントのみの特別ルール、 GHC ヘビー級選手権試合。さあいよいよゴングが鳴りました。ノアの頂上決戦、60分日本勝負のゴングが鳴りました。三沢2度目の GHC ヘビー級防衛戦、場内一斉に大三沢コール、今組み合った。両雄がごっしりと腰を落としてロープギア、三沢が押し込んでいきます。エルボットの秋山、三沢が返します。おっと腰から崩れ落ちました秋山です。
この試合は3カウントのみでの決着を目指す特別ルールになりました。秋山の申し出によりまして、いわゆるレフェリーストップ、ギブアップ、そういった類のものでは決着がつきません。バックに参りました秋山です。それを切り返しました三沢光晴です。チャンピオン攻め込む、切り返したチャレンジャー秋山、スライディングして三沢を取ります。上になって、おっと、もう1回取り返した三沢。ここで両雄に距離ができました。小橋さん、はい、この今立ち上がりの2人の動きを見てどうですか。だけどコンディション的にはいいみたいですね。ああ、そうですか、はい。この三沢も、まあ、若干その肩の痛みがあったようなんですが、はい、ほぼ万全。秋山もまた近年になくいい状態だそうですよ。そうですね、まあ、体の張りとか見たら、良さそうですよね。そうですね、三沢が押し込んで秋山がまた距離を取ろうというところです。緊張感がこの2人の間に張り詰めます。まだ離れません。簡単には離れない。もう一回秋山押し込んだ、エルボーった、エルボー返した三沢。まずはエルボー、秋山がこの三沢の必殺技エルボーを繰り出していて、さあ三沢足とジャンピングにブロックした三沢、エルボー打った、わーっとドロップキックブライター、そしてわーっとエルボー三沢、秋山たまらず場外にエスケープ、さあ三沢が走る、三沢が走る、飛んで終わった、1回転1回転、ここは距離を取りました。そしてフレットリングに戻りました。いや、小橋さん、このあたりも両雄が本当によく見てますね。そうですね、場外で一旦距離を取りました秋山純です。3月から4月にかけてこのノアのマットでは GHC ヘビー級のトーナメントが行われました。4月15日有明コロシアムの決勝戦で三沢が高山に勝って初代 GHC のチャンピオンになりました。すでに5月18日田植えを相手に初防衛に成功しています。そしていよいよこの秋山が満を持してこの GHC 三沢のベルトに初めて挑戦する今宵の日本武道館のメインイベントであります。秋山は今日まさにこのプロレス界においては盟友とも言うべき永田裕二を従えてこのグリーンのマットに歩を進めてきました。鋭い視線をこのリングサイドから送ります永田です。当然秋山とは今後組んでみたり、あるいは戦ってみたり、そういう舞台を作っていくことでしょう。そしてその永田の口からは三沢のプロレスがどういうものなのか、その奥の深さ、懐の深さ、そういったものをこの試合で感じ取っていきたい、そういうことも事前に話しています。バックを取ります秋山です。グラウンドまず上になって制しているのが秋山です。三沢と秋山といいますと、その GHC のトーナメント4月11日広島大会トーナメントの準決勝で両者リングアウトの引き分け再試合の末、エビ固めで三沢が勝利を収めています。あの時は本当に秋山が悔しそうな表情を浮かべていました。小橋さん、この三沢、はい、そして秋山2人にとってもうその力の差というものは明らかにないでしょうね。ないですね、でしょうね。今体力的にも精神的にも純の方が押してるんじゃないですかね。そうでしょうかね、やはりね、時の流れ勢いというものも掴んでる感がありますからね。そうですね、はい。グラウンドを制して立ち上がった三沢、アウト、顎にクリーンヒットしました三沢のエルボー。ただまあそれだけでは押せない部分がやっぱり三沢さんの場合はありますから。そうですね、アウト、ダイビングしてのエルボーを見せました。小橋さん、この三沢のエルボーが立ち上がりから随分多いですね、はい、もうね。そうですね、結構的確に当たってますよね。ですね、この1年間今考えられる中での最強の相手、三沢はこの秋山を総評しています。1年間の成果を見せる上では最高の相手というこの三沢にとっての秋山、その三沢と秋山の戦いをリングサイドからは永田がじーっと見つめています。6月6日このところは同じく日本武道館、永田が藤田と戦った IWGP ヘビー級選手権試合、その試合にはこの秋山が、ま、セコンドという形で試合を視察に行きました。おっと、鼻っ柱が折れんばかりのエルボー三沢です。エルボースマッシュ気味に打ちます三沢、立ち上げて、ただ秋山倒れない、闘志を全面に前に出した秋山、あーしかし力が入った、おーっとランニングして三沢倒れない、またエルボーだ。小橋さん、三沢はやはりいつも以
非常にこのエルボーにこだわりを持ってますか。そうですね、まあ、あのこのエルボーがね何発も入ってくるとすごくダメージが残るんですよね。そうでしょうね。そのあたりも当然効果的に三沢は考えてきているでしょう。俺よりも非常なやつにはもっともっと非常にならないと勝つことはできない。三沢は試合前にそう自分の心を引き締めて今日のリングに上がっています。状態は両者ともにほぼ万全で迎えている今日の GHC ヘビー級選手権試合です。この秋山といいますと小橋さんは、はい、旗揚げ2戦目、そして12月23日の秋山コロシアム2回戦いました、はいはい、肌で感じたその秋山の成長というのはどうだったんですか。いやもう素晴らしいものがありますよ、うん、本当にその成長する力っていうんですかね、振り返した秋山待っていた三沢セカンドロップからワットドロップキック三沢転落、危険な角度から落ちました三沢。ちょっと肩のあたり首筋のあたりを抑えている秋山です。一瞬の適応力っていうんですかね、はい、すごくもう何事に関してもすぐこう反応しますよね。そうですね、さあ秋山が三沢の首ネックを掴んだ、カーフグランディング、カーフグランディング正座鉄柵、顔面から打ち付けられました三沢。そういえば先週の広島大会タッグマッチの前哨戦では三沢がこの秋山に対して天下の宝刀幻の必殺技エメラルドフロージョンまで出しまして、その前哨戦を制しました。小橋さん、そのあたりの前哨戦での心理状態というのは三沢、あの技を出したというのはやはり相当強い気持ちで、そうですね、まあ2つ考えられるんですけど、はい、1つはやっぱりそういう風にね、出したという今日のために出したというのはあるんでしょうけど、それまでやっぱり追い詰められてましたから、はい、出さないとしょうがなかったっていう部分もあると思うんですよ。だから出なかったわけですか。どっち今日のね、今日どっちにそれが転ぶかということですね。なるほど、その切り札を1回出した三沢、それがこの試合にどう影響するか。さあ秋山したジャンピングクリーンヒット正面から入りました。さあここからが秋山のねちっこさのスタートであります。ここからの秋山の動きを当然リングサイドの永田もじっと見つめているはずです。そしてそれを切り返していくであろう三沢の懐の深さ、それをどう感じ取るか。さあ輝いて、おっとスレムストの形だ、溜めた、がっちりホールドした、ホールドした、スレムストンパイルドライバー、いや息が止まるでしょう三沢、完全にもう逃げられない形でしたね。そうですね、完璧にもう足をロックして、腰の部分をロックしてですね。そうでしたよね、この辺りのえげつなさは秋山の持ち味、秋山の上等手段であります。さあ三沢がちょっと首を気にしています。エメラルドフロージョンを食らった秋山が首を気にするシーンもあったんですが、今のツームストンパイルドライバーで三沢の首にも、もう首は三沢の体にとっては爆弾箇所ではあるんですが、さあねじ切らんばかりに秋山が締め上げていきます。さあその目がランランと冷たく光っています。秋山順首四の字の体勢に持っていきました秋山です。秋山の対三沢戦の成績で見ますと1勝11敗3つの引き分け、その1勝というのが去年の2月27日この日本武道館でした。その試合で初めて三沢から完璧なスリーカウントを奪っています。ただ秋山に聞きますと、この日本武道館での思い出、決してその三沢に勝った試合というだけではないと話しています。三沢に一つ勝つこと、それはプロレス人生の中では大きなことではあるけれども、なんといってもノアになって早くこの日本武道館に帰ってきたい、三沢と同じぐらいの気持ちをこの秋山は持っています。今日秋山はこの日本武道館一番乗りでこのリングサイドを見つめていました。それだけこの試合にかける思いは当然あるはずです。そして今日放送席にお越しの小橋健太選手、小橋選手に今日の試合を見届けてほしい、そういう思いをこの試合にかける秋山は意気込みで語っています。首四の字のまま三沢がサードロープ足を伸ばしました。小橋さん、こうやって徐々にスタミナを奪っていこうという構えなんでしょうかね。そうですね、秋山の中にも当然ここからは長期戦という思いもあるでしょう。顔面に鈍いばかりのこの膝を落としていきました秋山です。スタンディングで顔面を張っていきます秋山です。さあ対角線ダイビングのエルボー、膝
刻みに打っていきます秋山です。ちょっと三沢の腰がその状態が徐々に落ちてきました。この1年間一番頑張った人がメインを務めるのは当然のこと。今度こそ最後にベルトを巻いてこのリング上で立っていたい。秋山は断るごとにそういうことを話しています。一方の三沢、まさにこの1年間で最強の相手、1年間の成果を見せる試合ですが、さあ鬼の形相で三沢が前に出る。エルボーにはひるまない。さあ魂を込めたエルボーが秋山の体を蝕んでいきます。あーっと崩れた。場内がどよめいた。倒れます秋山。場内16,500人、超満員に膨れ上がったファンが鬼の三沢を見つめています。ダメージがこの秋山の顔面首徐々に蓄積されていきます。なんとしてもこの武道館に自力で戻ってきたいんだ。三沢はそういうことを話しています。この1年間で小さな箱舟はまさに無敵艦隊になって帰ってきました。その象徴がチャンピオンの三沢。さあ秋山が立てないところ、立てと三沢が促しています。おーと鬼の表情、そして秋山が立ち上がった。にじり寄る。ここからは鬼と鬼とのぶつかり合いだ。もう何発も刻み込まれたか。秋山がフラフラだ。完全に倒した。おっと羽生でも魂のエルボーの打ち合いだ。三沢が怖い。三沢が強い。今日の三沢は鬼になった。前哨戦では非常なるエメラルドフロージョン、ロビフタ巻きついた。フライングラリアット。さあ一気に勝負を決めるのか。フェイスロックに入りました三沢。あれだけ首にダメージを溜めておいて、そしてこのフェイスロック、そうですね、厳しいですね。そうですね、これだけ鬼の表情を見せている三沢というのを小橋さん、珍しいんじゃないですか。そうですね、やっぱり前哨戦のその言葉にやっぱり対応してるんですよね。なるほど、怒りがやっぱりね、はい、すると思います。三沢の怒りに火をつけた秋山、顔面をご覧のようにグラウンドのコブラツイストの体勢で締め上げていきます。三沢が怖い。朝に鬼になった三沢ミスフォル。こんなに感情むき出しになっている三沢見たことがない。秋山押したが返せるか。返しました。スリーカウントでの決着を目指す今日のメインイベント。秋山が一瞬落ちかかったが、さあ完全にペースを握りました三沢。秋山ピンチだ。こんなに劣勢に立たされている秋山も見たことがない。繰り返した。エルボー迎撃。セカンドローから、あー、タイグで待った。さあ抱えた裏なら式ひねった。三沢ひねった。ワンニングでエルボー打ちます。さあ三沢が飛ぶぞ。秋山場外、三沢が走った。これでもか。まさにエルボーフルコース。エルボースイシーダを繰り出した三沢。小林さん、今日の三沢は、はい、もうエルボーで決めようという意思が見えますか。ちょっとこれはそうですね、まあ、結構エルボーにこだわってますよね。そうですよね。ここまでこれだけの数のエルボーを打っている三沢は見たことがありません。さあ場外です。場外でも気が抜けない。ここで一旦戻しました。16,500人、超満員に膨れ上がったノア初進出の日本武道館。そのファンは最強の選手を今宵見つめます。フライングのエルボー一辺倒、全てをエルボーに託した三沢。秋山がこんなに突破口を見出さない秋山は見たことがありません。ただその目は死んでいない。今自らに一発喝を入れました。リングは中央、タイガードを今投げるか。捉えます秋山。投げましたダブルアームスープレックス。そして
立ち上がるところ捉えた捉えた、いや脇が伸びた、おっと三沢のさあ永田ロック、リングの中央永田呼びよ、俺はこの技を使う、リングの中央で三沢を締め上げる永田ロック2、永田の魂、そしてその心意気、そのスピリット、プロレス界の英雄、その永田の目の前で今秋山がリングの中央永田ロックで三沢を締め上げている。世代闘争、新時代をつかむか、新時代をつかむのはこの秋山と永田か、今まさにその永田の見つめる前、三沢の顔面を永田ロックで締め上げます。場内は一旦三沢ゴール、ただ物ともせずに秋山が締め上げた、ロープはまだ距離がある、ロープはまだ距離がある、三沢がなんとかサードロープ、小橋さん見せましたね、永田ロックを。そうですね、この辺りの永田に見られているという意識は当然あるでしょう。そして今日は放送席からは小橋健太選手も見つめています。その2人の見つめる前、その2人を立ち合い人にした秋山純、三沢に勝ったことはわずかに1回、 GHC 一気に手にするか、秋山ジャンピングリークイント、さあ三沢が今場外で、この場外は硬い硬い鉄板が敷かれている、 DDT 今日本武道館の天井にまでその重く鈍い響きが伝わりました。まだ、いやまだ秋山は考えています。んちょっと今報道カメラマンのどけるか、あこれはこれはこれはスペースができた、さあ秋山です。小橋さん、はい、今秋山はとんでもないことをしようとしましたね。そうですね、危なかったですね。今カメラマンをどけて完全なスペースを作った秋山です。もう一回鉄柵に振りました、捉えた捉えた、エスプロイダー場外、ちょっとこれは秋山のこの一戦にかける非常なる思いというのが伝わりましたね。そうですね、でもあそこで投げられてたら三沢さんも危なかったですね。もうそうですね、そういえば小橋さんはこのエプロンから場外に三沢のタイガードライバーを食らったこともあります、はい、あの衝撃を考えたらもうとんでもないことですからね。あれはもうきついですね、あの高さからやっぱり投げられるとやっぱりですね、はい、さあ満を持して秋山が三沢をリングに招き入れました。首をかっ切る、首をかっ切って一気にベルトの時代を取るか、秋山背後からジャンプ、そして掴んだエクスプロイダー、今度はリングの中一気にカバーに行った。秋山はこの三沢から完璧なスリーカウントを取るためにスリーカウントのみのルールを採用しました。場外ではとんでもないことを仕掛けた秋山純、そして一気にリングの中でもその非常なる花が咲きかかっています。鬼の三沢に対して冷徹な非常なる秋山が今まさにコーナーのトップに立とうというところ、わーっと三沢立ち上がった、エレボー打ちます、三沢がセカンドロープ、首根っこ掴んでブレインバスターの体勢、投げるか、一気に投げるか、秋山こらえます、あっと秋山が掴み返した、これは危険だ、あー投げるか投げるか、こんな高いところで両雄の力が交錯しています。エレボー打った、落ちます、三沢が難を逃れました、そしておっとトップロープからなんと両腕を取る、両腕を取る、トップロープから三沢がなんていうことをするんだ、トップロープから投げるのか三沢、さあ掴んだ、ガッチリ掴んだ、トップロープから投げて、あートップロープから流れ式ファイガードライバー、三沢がとんでもないことをしました。最強の相手を迎え撃った三沢、ここまでしなければ秋山は倒せない、その鬼の三沢が今なんとトップロープから見たこともないタイガードライバー、よく投げ切りましたね、あの体勢から、あの不安定なところからですよね、完璧なるスリーカウントを奪うのは三沢か、なんとなんと
トップロープからのタイガードライバー秋山グロッキー変わりた秋山ピンチだ上がった上がった小橋さん信じられませんよく返しましたねですねさあ連発かもう一回余裕を取ったいや秋山踏ん張ります踏ん張れる秋山が信じられませんエルボーおサイエルボーそしてローリングエルボーエルボーフルコースおーと永田呼びたかこれが俺のプロレスだ俺はこんなところでは止まらない新しい時代を作るために秋山はここで止まるわけにはいきませんしかし満を持して三沢がタイガードライバー今度はリング中央まだ返す小橋さんが見つめていますそして英雄永田が見つめています三沢という壁を破るまでは秋山の真の時代をやってこない完全に秋山色にこのマットを染め切られるかエルボーランニングさあかかるぞリング中央かけたおっと待った待った待ったガッチリ取れたエクスプロイダーエメラルドフロートも呼んだもう一回捉えてエクスプロイダー2連発エクスプロイダー2連発さあ小橋さんも流れが分かんなくなってきましたそうですね小橋健太が永田裕二がこのノアのグリーンのマットを見つめていますこのグリーンのマット上三沢と秋山まさにプロレス界の最高峰の戦いを演じています地球規模の崇高なる王位 GHC のベルトをめぐる戦いがまさに今日本武道館頂点を迎えているジャッピングにそして輝いて垂直落下ブレーンバスターさあ川の秋山三沢返すまだ三沢もその壁の高さで厳しくかさあガッチリとフロントネックロックの体勢だがちょっとロープが近いかロープが近いかいやひねり返したひねり返した完璧な形でフロントネックロックに持っていった秋山さあギブアップの意思表示を三沢がするのかそれとも一旦ほどいてスリーカウント奪うのか万力のまさに力を込める秋山純三沢はギブアップの声はまだ発していない思えばこの技で三沢が締め落とされてからノアの歴史は始まりましたさあ三沢落ちたか三沢落ちたか秋山かおーとサードロープよく足伸びましたね本当ですねまだ三沢には意識があったさあベルト取りに向けて最後の詰めの一手になりました秋山ガッチリ組んだわー垂直落下わからないもうわからないこれが最高峰の戦い勝利の女神を行ったり来たりもう一回行くかもう一回垂直落下か三沢踏ん張るいや手も取った手も取った完璧なリストクラッチエクスプロイダー新チャンピオン誕生1年前の宣言通りノアのマットは完全に秋山色に染まりました秋山純プロレス人生初のシングルベルト獲得永田がそして小橋健太が見つめる前いよいよ時代をつかんだ秋山純とうとう GHC を手にしました秋山第2代 GHC ヘビー級チャンピオン秋山純永田の見つめる前小橋さんの見つめる前で最高の形でベルトを取りましたノアは1年の時を経て新たなチャンピオン秋山純を選びました伊沢2度目の防衛失敗いよいよ秋山がこのノアのマットを俺の色に染め上げましたこの日本武道館のリング上ベルトを巻いて最後の一筆
このノアのマットを完全なる秋山色に染め抜きました。そのベルトの感触はいかなるものか。プロレス人生初のシングルベルト獲得は秋山純。16,500人、大観衆が今ベルトを巻いた新チャンピオン秋山のその声をまさに待ちわびているところであります。リストクラッチエクスプロイダー、最後の最後を締めました秋山です。新チャンピオン誕生、秋山純選手です。この1年間、ノアがこの武道館に来れたのも皆さんのおかげです。俺の言うキャラじゃないですけど、どうもありがとうございます。これからもっとノアよろしくお願いします。以上です。リングサイドからは永田も微妙なる笑みを浮かべながら秋山に拍手を送ります。ベルトを取れとエールを送った永田裕二が今その秋山の新しいベルト姿を見ながらリングを後にしようというところであります。今永田がこのリングサイドから姿を消します。十分にこの秋山のベルト姿を見ました。さて小橋さん、はい、この秋山ベルトダッシュの試合振り返っていかがでしたか。はい、いやでも、素晴らしい試合でしたよ。本当に、見てよかったです。そうですね、はい、小橋さんはこの秋山が、はい、秋山がベルトを、ま、持って待っていますというエールも送っています。はい、その秋山の言葉に対してはいかがですか。そうですね、僕も早く復帰できるように頑張ります。できるだけ早い復帰を待っていますが、おっと今、今まさにチームメイト、今日ジュニアのベルトを防衛しました阿部丸とともにヘビー、そしてジュニア、パリの GHC 王者が今リング上でご覧のまさに豪華な記念撮影を受けているところであります。24分11秒、リストクラッチエクスプロイダーで完璧なスリーカウントを三沢から奪いました。小橋さん、もう一言聞きますが、はいはい、ベルトを見て今間近で見て小橋さんの闘争心はどうですか。そうですね、早く試合がやりたいですよね。はい、この秋山とのタイトルマッチ、小橋さんと秋山の試合というのを本当に楽しみにしています。はい、さあこの小橋さんがこの秋山のベルト姿を見て、あ、今秋山放送席です。がっちりと握手を交わした秋山、そして小橋さんです。今がっちり握手を交わされました。はい、今秋山からはどういう言葉があったんですか。いや言葉はないですけど、もう気持ちがもう十分すぎるほど伝わりました。そうですか、はい、本当にこれで秋山を中心にこれからノアが進みます。そしてその秋山の軸のところに岸田小橋さんがどういう試合を展開するか本当に楽しみに待ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。放送の解説は小橋健太選手、そして今秋山がベルトを掲げて今笑みがようやく浮かびました。金丸とともに控え続けます。新チャンピオン秋山純誕生をお伝えして日本武道館から失礼します。本日は最後の今日の放送もおめでとうございました。永田選手、はい、いかがでしたか。いやもうすごいの一言です、はい、感激しました。僕も力をもらいました。見ていて一番何が伝わりました。とにかく何ですかね、時代を動かそうという、こっちもすごい刺激受けちゃいました。その刺激はまず秋山さん、はい、どこに向かうんでしょうか。いや、まあお互いね、その団体内での動きはね、あると思いますけども、まあ、永田選手とはそれをね、超越したところでやりたいなと思っているので。今日放送の解説が小橋選手でした。
まあ彼女の目っていうのはね、まあ永田選手とはまた別の意味で僕には鋭い姿勢になって帰ってくるんで、まあ自分のためにもねプレッシャー与えて追い込んでいこうと思ってたんで、まあぜひ来てもらいたいと思って。今後の活躍を期待します。ありがとうございます。テレビ以上です。